イアハゴンアジサイアイビー。さあ今日の琉球沖縄本レビューはこちらです。なぜ世界のお金持ちはこっそり沖リゾを楽しむのか。はい、今日はこちらの本です。紹介していきます。そう、タイトルにもある通り、沖リゾ、これ沖縄リゾートの略なんですけれども、沖縄を世界レベルのリゾート地にするという計画なんですね。こういう沖縄には魅力が眠ってるよっていうことを紹介している本になります。この沖リゾの本の中には、沖縄を観光地として捉えるというよりもリゾート地としての沖縄を目指すべきなんじゃないか、今でも沖縄はねリゾート地と言われています。ほかまさん曰く、今沖縄がこれから目指すところはのんびりゆっくりしかも贅沢に過ごす、そういった方をこう増やしていくことが大事なんじゃないかなっていうことがこの本に書かれているわけですね。観光以上にリゾートの方がもっともっとこうリピートする方が増えるんじゃないかと、1回だけじゃなくて毎シーズン夏になったら沖縄に来るとか、この島に帰ってくる、ただいまって言って帰ってくるというイメージで動いていった方がいいんじゃないかということなんですね。私がめっちゃ共感できるというところがあって、要約すると、うちなんちゅう、つまり沖縄に生まれ育った人たちが沖縄の魅力を知らない、自分たちの島のことを自分たちが知らない、それが一番の問題なんじゃないかと。うちなんちゅうはもっと自慢していいと、自分の島の歴史、文化、自然もっと誇りに思ってくださいって書かれてるんですね。これはね、そうなんですよ。実際本当にそうなんです。もちろん人によって差はありますよ。でも多分ほとんどのうちなんちゅうが自分の島の魅力がわからない、沖縄のいいところどこですかって聞かれた時に、多分海とは言えると思うんですよ。どこどこの海が綺麗だよとか。でももっとディープな、もっと具体的な、自分の生まれ育った土地のこういうお祭りがあって、こういう伝統行事があって、こういう文化があって、こういう言葉があってというところまでは多分言えないんですよね、おそらく。それってすごくもったいないことで、私そこが一番問題だと思っています。でも私自身もそもそも沖縄について何も知らなかった人間なんですね。本当に沖縄について勉強し始めたのってもうここ最近の話で、中学、高校、大学はもう全然わからなかったです。もう本当にわからなかったですね。これをわからないのが悪いだろうとは一概には言えないんですよ。でもこれはやっぱ改善していく必要性はあるなと思っていて、自分の島のことを知る、自分の島のいいところどこだろうと、これは別に他者関係ないんですよ。自分でいいんですよ。自分が感じるいいところ、自分が美しいと思う沖縄、自分が誇れると思う沖縄、それを一つでも二つでも掘り下げて見つけて、それを、Twitter なり Facebook なり Instagram なりノートなり、いろいろこう発信して、 YouTube なりね、いろいろ発信していく中で自分の中での美しさっていうのを追求することが、これめっちゃ大事だと思うんです。多分それがないと、私たちは世界に誇れる島、沖縄に住んでいますって言えないと、本当の価値って多分伝わらないと思うんです。だからそこが問われてくるなと思いますね。一人一人が沖縄のことを知って、沖縄の課題を見つけて、また一人一人が沖縄のことを好きになって、そういった活動を増やしていくことが今後問われてくるんじゃないかなっていうのをこの本を読んで感じました。スピリチュアルスポットとかね、うちなんちゅう沖縄の人たちの暮らしについてとか、そういったこともね書かれていますので、ぜひ興味のある方こちらを手に取って読んでみてください。いろいろね考えるところがあると思います。いやそうそう、はい、今日の動画は以上になります。犬動画一平上等安さ産む等や、グッドボタン、チャンネル登録も優しく、ウニゲーサビラ、ツイッターノート、インスタグラムもやっています。概要欄に貼っておきますので、こちらもチェック優しくです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴一平二平でビタン、またやったー。